皆さんこんこにちはエクセン講師の蒲田です本日はですねこちらですね画面の方を見ていただければと思いますが6月から始める行政書士試験と S 式行政書士合格講座の進めというところでですね本日動画をご覧いただいている皆さんはおそらく6月頃にこの動画をご覧いただいてるんじゃないかとそして6月ぐらいにご覧いただいているということは 行政書士試験受けててみようううかかななとといいいいに思われている方がでですね多いんじゃないでしょうかとただですね、今、6月だと、じゃあ、今から勉強して、行政書士試験受かるんだろうかというところで、ですね皆さんあ、勉強してみようと思ってるけれども、受かるんだろうか、受けてみようと思うけれども、どのような講座を取ったらいいんだろうかということで、えー、ちょっと不安というものを抱えている方が多いんじゃないかと思いますが、あその中でですね、本日、動画でご説明させていただ いた,だきたいのは S 式行政書士合格講座というものがレックにはありますのでそちらはどうでしょうかというところをですねそしてこの S 式が何でおすすめなんですかというところを本日お話しさせていただければと思いますえ短い時間10分15分ぐらいかもしれませんけれどもお付き合いいただいて何か得られるものがあれば私としても非常に嬉しく思うところでありますでは早速内容の方を見ていきたいと思いますが 6月から始めるというところですけれども本番の試験行政書士試験皆さんご存知の方も多いかも分かりませんが11月に試験があるんですねそして今6月ですから残された期間としては678910あと11月の少しというところになりますが。 行政所持試験に、えー、合格のためにですね必要な期間というのは最低6ヶ月と言われていますそして今6月ですからもう6ヶ月はちょっと切ってしまってますが今だったらまだギリ間に合うと。 ただし、ですね、あと1 2, 3, 4,、2、3、4、55か月今日の期間でですね、通年の講座というのは1年かけて勉強するような講座ですね、この講座も収録しているものを皆さん見てくださいという形でですね、提供はされている、受講はできる、どの予備校さんでも受講できると思いますが、ただ、通年の講座というのは基本的に1年かけて勉強していきましょうというものですから、コストが非常にかかると。 そしてまた講義時間も多いんですと。 お金かけてですね講義時間も多いところでですね、えー、試験本番までただ講義先生の話聞いて終わりそれじゃ合格できないわけですよとコストまでかけて、えー、全部聞き終えたとしてもそれだけで終わってしまうまたは途中で挫折してしまって終わらないということになったらこれこそお金の無駄になってしまうとだから通年の講座というのはなかなか今の時期からはおすすめができないと一方でですね式行政書士合格講座という のは講義時間約60時間間約ですとなおかつ1コマがですね15分ぐらいですから隙間時間ですね皆さんがあ移動中通勤通学の時間中のお電車の中とかですね通勤の電車行きで1時間帰りで1時間というのであれば2時間ですね、えー、1コマ15分ですから8コマ分聞けてしまうという形で隙間時間を有効に活用していって 勉強ができるとこの点もですね通年講座だとですね1回の授業というのは1時間とか2時間とか3時間とかですねそのぐらいかかってしまいますから通勤通学の時間で聞こうと思ってもなかなか困難だとですから「S 式行政書士合格講座」が今の時期から勉強するんであれば適していますよと。じゃあですね皆さんの疑問点としては ね、通年講座時間かけて丁寧にやっていくそりゃ受かるよねとじゃあ S 式行政書士合格講座講義時間60時間そんな少ないので受かるのとこれが皆さんの本心じゃないかというふうに思うんですがじゃあちょっと考えてみていただけますでしょうか。 残り6ヶ月で合格できるんですかとちょっと6ヶ月切ってますが残り6ヶ月ぐらいで合格できるんですかといざですねもう今からだとお金かかるからということでじゃあ全部独学でいこうという形で勉強する方はこういう状態ですね森の中法律の森の中に足を踏み入れました皆さんがこの森の中に入ったと考えてくださいとそして出口を目指して脱出してくださいとどうですかと。 右も左も分かりませんよねと。これで、えー、残り6ヶ月ぐらいで出口ゴールを目指すっていうのは非常に困難じゃないですかと。これが自力独学で勉強するっていうことですね。これは限りなく合格は遠い今の時期からだと。とじゃあ コストをかけて通年講座を取りましょうと通年講座っていうのはいわばですねこの具体例でいけばですね森の中に講師といったガイドをつけて、えー、ツアーですねこちらですよあちらですよこの木は綺麗ですねこの木は危険な木ですよこのキノコは食べられますよとかいう形でですね、えー、ツアーをー講師が丁寧にしてくれるとただしこのツアーは講師が説明したり何な,なりして時間かかりますし、えー、なおかつコストに見合った成果が得られるかと今の時 から途中参加になっちゃうわけですからねこれはなかなかコスパが悪いんじゃないかとそこでできる限り自力でコストをかけずに出口を目指したいですよねと独学で勉強するってなったらもう完全に独学で勉強するってなったら右も左もわからないかといってガイドをつけるってなったらそれは金がかかっちゃっていたし方ないとだけど合格を目指してみようかなとじゃあどうやったら合格できるか。 全体像地図指針があれば皆さん歩めませんかと出口目指せませんかと要はこういう話ですよね。今皆さんがこの辺の森の中で遭難してしまいましたっていう時に出口がこの辺にあるんだとこの辺に道があるからここまで行けば誰かに助けてもらえるんじゃないかということがですね把握できていればまたこのマップロードマップこの森の中の主要なポイントというものが分かっていればどうにかこの出口までたどり着けるんじゃないでしょうかと。 これイメージしていただければと思いますがあ森の中に入ったこっちに行けばいいんだこっちに行けばいいんだあこの木が目印なんだとかいうのが分かってればですねどうにか自分でこう手探りながらも出口目指せますよねと。 S, S 式営業制書士合格講座っていうのはこういう形で60時間というふうに短いですが60時間ほどで全体像を把握してもらうとそして試験に出てくるような重要なポイントというところを押さえながらですね押さえながら全体像を把握していくと無駄なところですね無駄なところが一切省かれていると重要なところ全体像を把握しましょうというところに 絞,ら絞ってて作られてるとなおかつ勉強しやすいように1ユニット15分ほどですね1日2時間ぐらい聞き続けてしまえば1か月ほどで全部が聞き終わってしまうとそうなってきたら残された時間でですね聞いてるだけじゃ当然合格できませんから残りの日数でテキストを読み込んだり問題集をこなしたりということをしていくわけですね。要はは全体像地図をを手に入れたらあとはその皆さんが出口を目指す ためのサバイバルするための武器を皆さん自身が磨き上げていくテキストであったり問題集をこなすことによってとこのようにコストを抑えて時間を有効活用すればですね出口にたどり着けるんですと実際にですねコストを抑えてもこれ通年講座の4分の1ぐらいの代金ですから実際にコストを抑えても。 合格者と一般合格率の3倍ぐらい出てるんですね、えー、通年の講座の合格率一般的な合格率は5から6割ですがあ4分の1ぐらいの費用でも一般合格率の3倍の合格率が出ていると要はですね残された期間で合格を目指すってなったらどのように戦うかとここが非常に重要になってくる戦い方次第でですねコストもかけずにですね合格というものは目指せるようになるんですよと。 じゃあどうやって戦っていったらいいんでしょうか実際に S 式を取ってどうやって勉強していったらいいんでしょうか今の時期からというところの指針をですね少し皆さんにご説明させていただきたいと思いますが。 まずですね、えー、おすすめとしては全体把握型です、ね、6、7、8、9、10、11月とあるわけですけれども6月中1か月はですね、1日2時間どこかで時間を見つけてですね、講義を全体的に視聴していただくとその後七7月、8月、9月、10月という形で通勤・通学中の時間にはですね、あんまり、えー、テキストであったり問題集を開けないとそういった時間がないときには隙間時間でですね、講義をまた聞くと何度も聞くことによってですね、 記憶というのは自然にです、ね、定着していくこともありますから隙間時間で、えー、机に向かえない時には聞くと。 あとはあその日、聞いた隙間時間で聞いた内容について時間があるときにテキスト問題集であったり S 式だとです、ね、1800問というですねかなりですね、えー、問題、えー、携帯でできる問題も提供させていただいていますからお風呂入っている時間とかですね、えー、通勤・通学中隙間時間とかで問題演習をしていくとこれを78910と続けていっていただくいて模試を受けて試験本番という形で臨んでいただくと。 これがおすすめの勉強法なんですがただ注意点としては6月は全体把握ですからあ特段考える必要性はないとにかく聞くと。 ただ7月からはちょっと注意してくださいと民法と行政法を勉強する時間にかなりの時間を割いてくださいと憲法、処方、会社法であったりはそんなに勉強する必要性ありませんよとそして直前期ですね11月の直前期については民法、行政法を中心に復習してあとは余力のあるところで憲法、処方、会社法というところを勉強してくださいねとこれなんでこんな風に 言うかっていうとですね、行政書士試験の特徴なんですが、合格点300点、あ失礼しました。あ行政書士試験満点で300点なんですが、合格点は180点なんですね。 まあ注意点としては一般知識というところで最低24点は必要なんですがあ全体で300点満点中180点を取れれば基本的には合格できるという試験なんですね。この点を法令科目というものはあ憲法民法行政法商法会社法があるわけですが配点ウェイト見てくださいと民法と行政法だけで188点分あるんですね。 憲法、商法、法商会社法っていうのは48点しかないんですね民法行政法満点取れたらあと一般知識で足切りにならなければこれ合格できちゃうんですね。だから行政書士試験を勉強するにあたっては。 今から勉強するには特にですけれども民法行政法を特に抑えるんだと心意気としてはもう民法行政法を極めてしまえば受かるんだというような心持ちでですね勉強をしていただく民法行政法に時間を割くんだというところを意識していただければ合格は不可能ではないんですよと。 もう一つ勉強方法としての指針ですけれどももう一つは本丸攻略型ですね。先ほど申し上げましたように行政書士試験は188点が民法行政法にある非常に高いウェイトを民法行政法が占めているわけですけれども全体早くしている時間はないよともっと時間が限られているよという方はもう通勤通学中の隙間時間に音声流して聞きながらですね 単元についてのテキストであったり問題集であったりアプリをちょっと時間をとって机に向かって勉強するとアプリについてはまあお風呂に入ってる時間とかですねそういう形で使ってみると。 もう現在進行形で進んでいきましょうっていう話ですねそうすれば民法法行政法に避ける時間が増えてきますよね。678あと9月の半ばぐらいまではあ民法行政法を極めるとそして残されたところ9月半ばから10月の頭ぐらいで商法会社法憲法といったところをちょっと聞いてみてテキストをさーっと見てみるとアプリの問題ぐらいは解いてみるとで10月の半ばぐらいから本番までは民法行政法を中心に憲法商法会社法を 会社法の問題演習であったりを中心的にやっていきましょうよという形でこういうふうに民法行政法に力点を置いてですね学習していただければ行政書士試験というのは合格ができてくるんですと。 行政書士というのは非常に夢のある仕事ですので私もですね行政書士普段は実務で行政書士していますけれども行政書士っていうのは行政手続きを司る人をですね今の皆さんの住んでる世の中行政手続きなしで回ってますか回ってません、えー、ほぼ全てにおいて行政上の手続きが絡んでいると建物を建てるにせよ電車走らせるにせよ何をするにせよ行政手続きというものは絡んでくるんですと要は皆さんはあ今現在ディズニー なんとならぬですね行政法パークというものを税金払って使ってるという利用者に過ぎないんですね一方で皆さんが行政書士になったらその行政法パークの運営側ですねどのアトラクションどういうアトラクションを設置してどういうふうに運営していこうかということの手助けができる方に回っていくわけですね行政書士っていうのは非常に夢のある仕事お車が空飛び出したらどうですかまた手続き必要です行政書士の出番です 宇宙がビジネスの世界になったらどうなりますか宇宙ビジネスにおいても手続きなしではやっていけない宇宙に関連する手続きっていうものも行政上出てくると行政書士が絡めますよとこのように非常に行政書士というのは夢のある仕事ですのでぜひですねせっかく本日皆さんご覧いただいているわけですから行政書士というもの今すぐに歩き出せばまだ合格というものはできるただ勉強の仕方というところを気をつけてくださいねというと。 と,ところになります 最後になりますがあちょっとだけ、えー、今ならまだ、あ、6ヶ月ですねちょっと切ってますが6ヶ月ぐらいはありますと十分合格の可能性はあるとただ迷っていればどん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 ん時間合格の可能性はなくなっていくと最低6ヶ月が必要と言われているわけですから今の時期を逃してしまうとかなり厳しいやるなら今ですよとコストを抑えて合格をつかみ取りたい方はぜひご検討いただければなというふうに思います。 したけれども皆さんがぜひですね、数式行政書士合格講座を使ってです、ね、効率的に学習することによって、行政書士に合格する、そして行政書士の実務に出て、世の中を動かしていく、行政書士の仲間になっていただければなというふうに思っています。 以上ですね本日6月から始める行政書士試験と S 式行政書士合格講座の進めということでお話をさせていただきましたまたですねお取りいただける方は動画の方で一緒に勉強頑張っていきましょうそれでは最後までお聴きいただきましてありがとうございました本日はこれにて終了とさせていただきます